戦力になれるよう頑張ります。答えて。さあ明日のために戻って寝よう。オペレーションルーム、何事や。現状から判断するに、おそらく怪獣による上空からの襲撃です。各個体は全て怪獣。推定強度 6.1、 6.3、 6.2。 アシロ隊長不在のため僕が指示を出させてもらう。各自戦闘準備にかかれ。よっ。翼竜系怪獣。翼竜系。副隊長、それより気になることが。翼竜系怪獣は毎年10体前後報告されてるんですけど、全て単独行動となると考えられることは一つや。プライドの高い翼竜系を束ねてしまうほどの力と超強力なリーダーがおる。ターゲット発見。この危機で一番強いのはお前か。隊長おらんし、まあ僕やな。 8.3 クラス大怪獣です。僕がやらなあかん。それじゃあ本格的に。一発でもまともにもろたらしまい。硬さは8号以上か。正面はダメです。背中を狙ってください。下がってろ。前は俺だ。全力全開砲。こちらも失敗。怪獣による妨害発生。私が圧倒的なパワーで正面からぶち抜けばいいのよ。防衛体式不術一式。上油断するな、篠宮。飛ばせるかよ。三式半月。こいつや。本当にやるな。この演習場なら戦力全開砲 92%。 喧嘩売る相手間違うだな。こいつはつまらん。よし。隙間狙いはただの陽動か。やっぱ戦いはこうじゃねえとな。六式八重打ち。やった。待てや。副隊長。9.0。
二連撃をおとりにした。霞打ちの歯がここを狙ってくると思ってた。うわあ、報告。怪獣8号逃亡。